熱下がったみたいです。たった一日で順応するなんて、私の時は三日もかかったのに。才能あるんだな、同志として。ミクリオさん。そうそう、手紙助かったよ、ライラ。おかげでみんなを追いかけられた。趣味なんですの、お手紙書くのが。目が覚めたか、スレイ。そっか、また倒れちゃったんだ、ミクリオが。おかげで腰が痛い。スレイが浮いているように見えてね。宿には手品師だと説明しておいたよ。騙すのは苦手なんだけど。無理をしないでください、まだ寝ていた方が。俺なら平気。凍らせた水が溶ける前に地の主と聖堂を祀る人を探さないと。ですけど。同志は言っても聞かない。それをフォローするのが仕事だろ。主神と陪神と重視の。はい、それではね、続きやっていこうと思います。地の主になってくれ、天族を探す、ブルーの司祭を探す。器となる聖水が手に入ったね。なるほど、橋が壊れてたって言ったもんね。さて、ブルーの司祭はどこにいるんだろう。お、星マークがあるね。そこ行ってみようか。こっちから行けるかな。近くに何かあるかもしれない。お、本当に？本当だ。役立つじゃないか。何を見てるんだい？ん？この土地を守護せし天族よ、かの者の願いを聞き届けたまえ。いつもありがとうございます、ブルーノ様。おかげで息子の足もだいぶ良くなりました。いえいえ、あなたが真摯に祈りを捧げ続けたからこそです。これからも純粋な気持ちを忘れずに、祈りと息子さんの看護を。これは聖堂への奉納金でございます。そのようなものは不要と申し上げたはずですが。どうか受け取ってください。私は気づいたのです、ただの祈祷は天族への非礼だと。見返りだけを求める横島な祈りだと。誰かに言われたのですか？誰かというわけでは。息子さんの治療にはお金が必要でしょう。このお金は息子さんのために使って。息子も同じ気持ちです。誰も彼もが言うんです、息子の怪我はただで天族に祈った罰だと。中には私とブルーノ様がそのレンチな噂を立てる者まで。どうかどうか私たちを助けると思ってお納めください。わかりました。あなたと息子さんのお気持ちとしてありがたく頂戴します。ありがとうございます。これで後ろ指を刺されずに済みます。司祭様に天族のご加護があらんことを。天族の加護を。酒でも買うか。姫様。お願いがあって参りました。わ、私などに。聖堂に新たな天族を祀り、そのお世話をお願いしたいと同志スレイからの依頼です。同志？この方が噂の。申し訳ありません。あなたを責めるつもりなど
人の心がすさんだのは王家の責任です。すみません、はじめまして。俺スレイって言います。え？レディレイクを守るためにあなたに聖堂を祀ってほしいんです。俺が勝手に聖剣を持ち出したせいで迷惑かけちゃってごめんなさい。まだ同志になったばかりの新米だけど頑張りますから、よろしくお願いします。いや、はい、もちろんです。どうか顔をお上げください。ありがとうございます。はあ私からも改めてお願いします。どうか力をお貸しください。まだ不慣れな、でもとても気さくな同志様を助けるために。ああ、お二人のご用命身に余る光栄でございます。微力なる身ではありますが、全身全霊をもって務めさせていただきます。よかった。ああ、足しびれちゃったけど。スレイではブルーの司祭、準備が整いましたらまたお尋ねいたします。はい、お気をつけて。はあ、なんて頼み方だ。でもスレイさんらしいですわ。はい、司祭も救われたと思います。うん、あれで大丈夫だったかな。天族のお方を探す、ん？難しくない？それって。天族のお方を探す、どこに探したらいいの？あっち行ってみようか。じゃあ外に。薬品調合。外出てみようか。マーリンドが疫病。宝箱が近くにあるよ。これくらい近づかないとダメなのか。アップル組。そう、武器を取れ、みんな。氷を行くぞ、魔王を助ける。襲撃、これでどうだ。まだいるぞ。逃がしはしない。巻き上がれ。デニが熱く、はまだいるぞ。一刀両断、強陣立ち切れ。おじいが立ち切れ。次だ、鶴の黒は襲撃。長火はシャッカ回す、トンペン。よし、赤は役立ち切れ。天族の力、さすがと言うべきですね。この香りは、バニラソフトクリーム。石板かな、あれは。今、古代語で書かれた石碑が見えたぞ。操作モードをマニュアルにすることで飛び道具系の術技を牽制に使うのを好きな間合いで使うことができる。なるほど。こっちで合ってるかな。あるね、星マークが。よし、行ってみよう。間違いではなさそうだ。
おお。間違えた。いつも間違うなこれ。氷魔が集まってきたぞ。四角ボタン。マーボットです。素早い攻撃を多用します。奥義で迎撃するのが策策ですわ。そうな。バックルスロー。術攻撃が高い。カムイで回ろう。魔人剣全てを貫け。まだいるぞ。行くぞ。うがつは大丈夫か。みんな大丈夫か。石碑はちょっと小さい。まだ見てないかも。気絶してる間特技初段を当てることで BG が増加する。気絶させ攻撃をやめてから再び殴るというアクションが有効になる。なるほど。宝箱発見。あれはチョコレートジェラート。お、なんか雲とか炎とかどう？現れたようだ。雲じゃなかった。まさかの地上にタコがいた。タコ？どんな生き物？その足に気をつけてください。伸びますよ。氷を触れないように。スレイは危なっかしいからサポートを頼むよ。はい、お任せください。まさかの地上にタコ。あそこにセーブポイントがあるね。セーブはしときましょう。橋はどうなってるかな。何があった？グリフレット橋崩壊の調査であります。長雨による氾濫が原因かと。原因は長雨じゃない。水位に比べて流れが異常だ。嫌な気配を感じます。避難した方がいい。うん、分かってる奴がおる。誰だ貴様は。分かった、スレイの言に従おう。スレイって噂の同志か。だったら反乱を沈めてくれるかも。沈められるものか。水神様のたたりを。水神？恐ろしい影さ。一瞬で橋を叩き壊すほどの何かだ。貴様またそんな寝言を。なんだ。水神様だ。逃げろ。命令だ。早く。こいつ普通の人にも見えるのか。マジンフォロス、こんな場所にいるなんて。人の目には竜巻などに見えているのでしょう。手強そうだ。自らを回転させる小打撃に注意してください。早急に攻め。役は尺道。軽い。レニは熱く、熱きは赤く。成敗。ゼリャー。レニは熱く、行くぞ。水砲3回バブルアロー。水砲3回バブルアロー。早急の12連。青の4連マイチル。全てを貫け。早急に1点1戦させるか。マジから勝利するか。爽快の8連。炎よ速さこちら。HP 高いな相手。まずは速さこちら。決める。1戦させるか。炎よ爽快の8連。全てを貫け。ラレバラシャッカマイチル。早急の12連。語源解放。ラガシャッカボタンブレイズ。道を進め。どうです。青の4連爽快の8連。全てを貫け。
我が日は青目はヒートレッド覚悟は赤は焼く焼くは灼動軽い炎よやるわうわ巻き込まれた我が日はシャッカー個人の決戦でステップ個人の決戦サポートお願い我が日はシンク軽い逃しはしないと魔人剣示す力ほどきましょう個人の決ちょっと待てよアイテムでアップル組食うかそれたまいうわ行くぞ一戦頑張りましょうさせるかターン魔人剣魔人剣うわ防御しても結構かけろ頑張りましょう爽快の発令今こそ後期頑張りましょう語源解放一斉キュア青の4連赤は焼く焼くは灼動汚れを加え作動を戻らせ行くぞ分裂しちゃった巻き上がれ天狼波強靭たちに逃さないアイスシュア赤は焼く焼くは灼動汚れを払い加護を戻らせきましょうレジストエイド赤は焼くが焼くは灼動魔人剣赤は焼く役は敵を受けて個人の決戦 BG を貯めなければ今のは聞いたやばい気絶したぞ今が好機だ強靭立ち上げ行くぞ個人の決戦巻き上がれと決め推進将来アスピオン狙い撃つ爽快の8で早急の12連よし油断できない相手だったな強かったなレベルアップしましたセントに参加しカムイを行う転属を変更できるなるほどなあ兵馬が転属になった逆ですわ実体化するほどの兵馬は転属が兵馬化したものなのです天族が氷魔になるだってそして完全に氷魔化した天族はこう呼ばれますドラゴンとドラゴンが実在するってこと伝説が本当にこの橋を壊したというのか私が恥ずかしい限りだ君たちが浄化してくれなかったらどうなっていたか感謝する俺たちもあなたを救えてよかったですウーノだよ若き同志スレイですウーノさん助けた代わりっていうとあれだけどお願いを聞いてくれませんかお願いレディーレイクの加護をお願いしたいんですしかし今のあの町はアリーシャ様おけがは大丈夫竜巻も消えたよだから大丈夫だって言ったろ姫様には同志様がついてんだから貴様だってビビりまくってただろうがしかし急に雨も止んだし流れも落ち着いてきましたねこれって同志の力なのかな同志なんておとぎ話だと思ってたけどなんか信じたくなっちまったこら同志様と呼べ同志様と俺同志様が竜巻を切ったように見えたよこんなこと信じてもらえないだろうけどいいじゃねえか信じるなら水神のたたりより同志の奇跡の方が夢があらほら同志様と呼ばんかまだこんな人々がいるのかいや君が取り戻してくれたのだなじゃあ加護を鳴らせてもらうよレディーレイクの土地の神にありがとう、ウーノさん。君が主審か？
良い同志を選んだようだな。そう思います。行こう、ブルーの司祭が待っている。これで全部揃ったはずだよな。聖堂に戻ろう。その前にちょっと話しとくか。誰も話をしねえ。せっかく助けてやったのに。なんだってんだ一体。あれ、こっちは戻ってないかな。なんかぬちゃーって音がしてるけど、この音嫌だな。ぬちゃぬちゃ音がするの。まあ、まだ追っかけられてんのかな。なんかいるぞ。何が起こったんだ。竜巻は顔着してぐるぐる動き回って。こっちで合ってるよね。よし、またタコがいた。なぜこんなとこにタコが。必ず勝利してみせる。は、魔王たちだが攻撃がさない。天狼派ラーです。水よ、火鳥を絞れ。逃がさない。これでどうだ。さあ大丈夫か。みんな逃がさない。おとなしく眠ってくれ。断ち切れ。やばい。よし、敵のやりなさ。畳かけろ。よし、まだいるぞ。ヒートレッド行きました。サンラソー。油断はできない。これは見たやつだよね。見たやつはブルッと来ないと。よし、聖堂に行けばいいんだよね。バックステップとプレイヤーの切り替えを使って、多分ね、終盤はだいぶそこら辺を操作しないときつくなってくるんだろうな。そういや、技とか全然装備してないですね。ちょっと後でいじってみましょう。で合ってるよね。あれ、間違えたか。聖堂だよ、聖堂だっけ。あ、危ない、間違えた。これ逆側だ。ここだね。よし、話しかけ、あ、なんかセーブがあるから。スレイ、周囲を確認してくれ。了解。これはでも開けられないんじゃないか。銀の鍵がないとダメだ。よし、ちょっと特技を、こっちは大丈夫。特技を見てみましょう。術技。もうだいぶ防御力減少。空中で回転 して勢いよく地面を叩き割る。多い。上罰だね。あ、もうここ勝手に。あ、なんだ。
奥義リスト、バブルアロー、ワーニングエコー、奥義リスト、特技リスト、へえ、あ、もう勝手にやってくれてるみたいですね。ほうほうほう。あ、別に何もしなくても勝手に装備されてるんだ。バトルアクト、フリー&フリー、常時フリーになる。ハーフ&ハーフ。はあ。ブラストチャージ。あ、いいじゃん。セーブはこまめに。よし、話しかけましょう。おお、まさに奇跡の力。我らの存在を全く感じていないようだな。この聖水、心して祀らせていただきます。天族ウーノ様、ふつつか者ですが、どうぞ末永くよろしくお願いいたします。だが真摯な男のようだな。なんだろう、今体の中を風が通ったような。この町に加護が戻ったのです。私の領域で町を覆った。だが加護を維持するには人々の協力が不可欠だ。ですね。加護を助けるには祈りだけでなく様々な方法があります。例えば？例えば、なるほどね、わかった、やってみるよ。やれやれ、手間がかかるね。私も微力を尽くします。ん？どうした？まだ強い汚れを感じる。そう遠くはない、街中だ。そっちは王宮の？それが天族との会話というものですか？独り言にしか見えませんね。あなたは？ハイランド内務大臣バルトロ閣下の使いです。レディーレイクのために進駆されている同志スレイを私的な食事会にご招待したいと。見張っていたのか、スレイを。とんでもない、驚いていたところですよ。限りなく低いとはいえ王位継承権を持つハイランド王女が噂の同志と親密なご関係とは。姫様の愛する民衆もさぞや喜ぶことでしょうな。勘繰りだ、そのような。アリシャ、どこに行けばいい？ラウドテブル王宮。わかった、バルトロさんによろしく伝えて。大臣たちには関わらない方がいい。私は彼らから。汚れがある方角っぽいし、ちょうどいいよ。
すまない、甘えてしまって。気にしないでいいよ、王宮を見たいってのが本心だから。王宮って初めてだ、案内よろしくね。君にとっては同じなんだな。レディーレイク周辺の加護が復活。地の主、解放されたエリア内で行った洗脳で獲得、グレードの加護レベルが上昇。なるほど。へえ、どんな恩恵を。セーブポイント間をガルドを使用して移動できる。おお、いいね。恩恵セット、ああなるほど、旅の安らぎ。宝箱復活。ほう、どんなのがあるの。ドロップ率増加、旅の導き、生命の奇跡、祝福名、癒しの空気、相馬探知。おお、とりあえず全部できるね。アイテムを奉納、アイテム奉納できるんだ。現在セーブポイント間の移動はできません。なるほど、いいね。話す。いや、どうし、旅は順調かい。こちらブルーノがよくやってくれているよ。もうさっき目の前で話したばっかりなのに。聖水の祭さんをお待ちください。お任せください。命を懸けて務めさせていただきます。神話名を馳せる方でございますから、漢字が難しいね基本的に。ということで今回はねこの辺で終わりたいと思います。またね次やると思うんで、よかったらねチャンネル登録して次も見てください。それじゃあ土の子でした。